お久しぶりですね、アキ君。吉井明23歳、E カップ。海外で暮らしている秋久の姉である。電車に乗るとその窓には汗だくになった姉さんが映っていたんです。そこで汗を何とかするために吸水性の高いバスローブに着替えたのです。アキ君、姉さんは今日大事な用事があって来たのです。いいえ、怒りませんよ。よかった。いやー、すっかり怒らない代わりに中をします。お嫁に行けなくなるのは姉さんなんです。安心できないよ。アキ君、目を閉じて。一つ、ゲームは1日30分。二つ、不純異性交遊の禁止。残念です。では目が覚めるようにおはようの中をします。起きたから。家族の触れ合いは諦めましょう。早く着替えてきてください。朝ごはんができてますよ。ようやく見つけました。お兄様、ちょっと息。あんた何やってんのよ。僕だってわからないよ。もちろん口づけですよ。え、そうなの？私の国じゃ兄弟でそんなキスしないわ。他の国でもしないと思います。冗談ですよ。でも、もしもお兄様が望まれるのでダメ。兄さん、私、好きな人がいるの。サギリ、ここ置いとくから食えよ。サギリ待ってくれ、大事な話があるんだ。サギリ、俺はお前のことが好きだ。一目惚れだったよ。兄弟で恋愛なんてありえないだろ。なんでそうなるの？ちゃんと分かってる。姉貴、また勝手に忍び込みやがって。なんで8時にセットしたのに。私が止めといたよ。あれ、ずるいです。私も甘く厳しいお叱りを受ける権利があります。熱くらいで心配しすぎだっつうの。風呂入りて、汗がキモい、ウケる、そしてキセる。てめえ、あ、兄ちゃんに裸見られて恥ずかしい。うだ、背中を拭く、裏返る。兄ちゃんに言われなくとも、正しさよりも強さが大切なことくらい分かってるよ。私はもう大人だ。見ろ、このおっぱい。羽川の半分もない。それがどうした。至極その通りじゃな。ならば好きにするがよい。今からお前とキスするぞ。事実を言ったまでじゃない。いつの話だ。おっさ、しぐる。おはようございます。これは。いただきます。大丈夫か、ナッツ。つうか、しぐれ、今日はどうしたんだ。調子でも悪いのか。もしかして歌唱不足とかじゃないかしら。まあ確かにあいつは歌唱のことが好きすぎるからな。ご飯にしますか、お風呂にしますか、それとも、ま、うっと、あ、兄
い、サギリ。大丈夫か？どうした？ほらだ！どうしたんだ？お兄ちゃんに惚れたの？聞こえる、ピアノの音。見てきて、兄さん。山田さん。ちょっとお伺いしますが、なんで裸でピアノ弾いてたんですか？正直、興味はある。光栄に思いなさい。ここで仕事してるのか？普段は2階の仕事部屋で書いているわ。男なんてエロの力の前には無力よ。そんなことねえ。そんなことあります。あんた何様？私の作品あんたの100倍売れてるんですけど。100倍は盛りすぎだろ。俺の相棒はお前には渡さん。遅い。なんですぐ戻ってこないの？ピアノの音はお隣さんが弾いてただけだった。お隣さん？違います。裸を見られた分こっちの方が迷惑を被ってます。だったら俺も脱いでやるよ。ほら！仲いいんだ。あのやつ裸見たの？変態。まもなく入学式のリハーサルを行います。みゆき、ここではペーパーテストより魔法実技が優先されるんだ。それは口にしても仕方のないことなんだ。分かっているだろう。その気持ちは嬉しいよ。俺はいつもそれに救われているんだ。お兄様、そんな思っているなんて。何か誤解をしているような気がするが。見ていてくださいね、お兄様。ああ、遠慮しないで入って。兄弟というより恋人同士の会話ですね。血のつながりがなければ恋人にしたいと。もちろん冗談ですよ。